なあ同期、俺と試合しないか。それじゃあ新日本プロレス発表を楽しみにしてるよ。バイ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 。あーバイバイ。あ、みんなとバイバイしたくなくなってきちゃった。バイバイなんだけどね、もうバイバイなんだけどね。ゾウさん、ゾウさんでもやっとこうかな。この余った時間をこのゾウさんに全て使ってしまおう。そうだ、ゾウさんをやればいいんだ。ほらほら、ゾウさんだよみんな。ゾウさんが YouTube の生配信出てるよ。ゾウさんが、ほら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 見て、ゾウさんだ、これはゾウさんだ。うわん、パオン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 、ゾウさんゾウさん、うわんパオンだよ。あーパオーン、両手のお花もありなのかな。うん、パオーン、もっとパオーンした方がいいかな。そろそろ疲れてきちゃった。でもパオーンが止まらない限りこの配信は終わらない。終わりました配信。いやー、ゾウさん疲れた。全然配信が終わらないからどうしようかなと思っちゃいましたよ。もう、うわ、どうしよう、どうしよう、ゾウさんでいいやと思って、もうゾウさん一匹出てきて、もう全然終わらないから2匹出しちゃいました、ゾウさん。まあ、とりあえず、いやー、いい行き上げになりましたよ。いやー、疲れた。まあ、俺の言いたいことは伝わったんじゃないかなと。いや、やっぱり YouTube やっててよかったなと思いましたよ。YouTube やってることによって、この急遽のこの俺のわがままに、もう対応してくれたこの映像班。ただこれを新日本プロレスのフロント陣はどう見るか、どう聞いていたか、そこですね。まあ俺の要望通り行くのであれば27日同期とシングルができるんじゃないかなと。やっぱお互いフラストレーションが溜まってむしゃくしゃしてる状態、やっぱそういう2人が絡み合うシングルっていうのは感情と感情のぶつかり合いができるんじゃないかと思って、俺は同期が一番ふさわしいなと思いましたよ。決してアップだとかそういったあれではない、シングルマッチで同期とやりたい、このタイミングで同期とやるのがベスト、このタイミングで同期とやるのが俺にとって何よりもベスト、そう思ったから俺は同期を指名した。叶うといいな。同期もまあどう思ってるか分かんないですし、まずこの配信を多分見てない、多分見てない。でもきっと今ツイッターで言ってることでしょう。いろんな人たちが同期さん言ってますよと。逆にこれを同期がどう思うか分かんないけど、俺が9月5日メットライフでロビーに挑戦する、そこまで言ってももちろんいいと思います。俺は何も言えない、負けた場合は。ただもしこれをチャンスだと思えない、そういう嗅覚がないのであれば申し訳ないけど対戦相手を間違ったかなと俺は思っちゃいますね。まあどう反応するかは楽しみですね。間違いないでしょう。俺と同期の試合楽しみにしてくださいよ。まあまだ発表がないから分かんないですけどね。まあ楽しみだなと。だから発表までしばしお待ちを。バイバイ。